北島達也です。今回はですね、ベンチプレスで大胸筋、胸の筋肉を大きくするということを説明したいと思います。正しくやることですごい効果が出ますので、今日は大胸筋ちゃんと真ん中の方までしっかり効くやり方を説明したいと思います。The Mad Scientist. Yeah. You're about to get served. ベンチプレスをやってもですね、大胸筋が大きくならないと思っている人は結構いたりするんですけども、そういう人は必ず、巻き肩といって、普段こういう猫背になっている人が多いですね。こうやって歩いている人っていうのは、大体ベンチプレスをやっても胸が大きくならないと言います。でこれはなぜかというとですね、この巻き肩でやってしまうと大胸筋に全く効かない。でもベンチプレスっていうのはですね、世界中で一番人気ある種目でですね、とりあえずベンチプレスをやっておけば全体の筋肉がなんかついた感じに見えるので人気あるわけです。で中でも大胸筋がやっぱり大きくなるので、世界で人気がありますから、ちゃんとした方法でやれば必ず大胸筋が大きくなる。でさらに、なんとなく前から見た時の筋肉が全体的についた感じに見えますので、このベンチプレス、誰でも知っている種目かもしれませんけども、正しくやることですごい効果が出ますので、今日は大胸筋ちゃんと真ん中の方までしっかり効くやり方を説明したいと思います。なんでこう巻き肩っていう、こう猫背になっている人は、大胸筋にベンチプレスが入らないかと言いますと、中にこう内側に入ってしまうとですね、この大胸筋っていうのはここに、始まりがあって、この真ん中に向かってこういうふうに、筋肉がついているわけですね。両方から、肩から胸の真ん中につく向かって筋肉があります。でこの筋肉が、手をこう横から前に、こう動かしてくれるわけですね。縮むことによって、ここからギューって縮むことによってこう動きます。この時にですね、肩の関節がですね、こう前に出てしまって、巻き肩の人はですね、この前に出るときに胸がここから結構縮んでくるんですけども、真ん中の方にこうやってですね、これの時に関節が前に出てしまうので、結局はここが動いてしまうために筋肉縮む必要がなくなってしまうんですね。ですから肩をこう押し上げる力で前に出てしまう。でこれがベンチプレスだとするとですね、こう下げてこうやって上げてしまうと肩元前に来てしまうので、重いのは上がるようになるんですけども、大胸筋の真ん中に全く入らない。でこういう人はもう肩がこういうふうに固定されて、なんで固定されるかというとですね、筋肉を鍛えるとですね、ちょっとずつ、筋肉が傷ついて修復するんですけども、その時に短く修復されてしまって伸びづらくなってしまうんですね。ですからちゃんと、ワークアウトの後にストレッチするというのが大事なんですけども、普段の姿勢がですね、巻き肩にならないようにちゃんとこう外旋といってですね、この手が、ぐっとこう親指を前に出した時にですね、ぎゅっとできる限り親指が後ろを向く状態ですね。肩がこう回る、外に回るんで外旋っていうんですけども、回した状態で、この状態だと自然に胸が張ってきます。でこの状態でベンチをぐっとこう後ろにも押すような感じにしてあげると、この肩の関節がですね、前に出ないので、しっかりとこうベンチを押し上げてきたときに、真ん中まで収縮するわけです。このようにしっかりこうバーにつけた後に、ギュッとこう胸を突き出して肩をこう後ろに押し付ける、こういう形です。まあ、これだけで実際この胸の真ん中がしっかりと固まるのはわかると思いますけども、後ろにも壁があってですね、壁と壁に挟まれてぐっと押し返すようなイメージで上げてあげます。でこの時に、さらに言えばですね、最後親指の方をですね、キュッてちょっと気持ち押し上げる。そうするとさらに胸が、真ん中のこの胸を突き上げながら押し上げてあげる。で下ろす時に小指側を高くして引いてあげて、親指側で真ん中で、手のひらの真ん中でぐっと押してあげて、最後上に押し込む。こういうふうにするとですね、しっかりこの端から真ん中まで引きますので、大胸筋のいいワークアウトになってきます。で特にですね、僕みたいに肩幅がもともと狭い人は真ん中に入りやすいので、肩幅が狭い人はですね、ベンチプレスがかなり有効な種目になると思います。で肩幅が広めの人はですね、若干この外側に入りやすいので、もう少しですね、丁寧にしてあげるか、手の幅をちょっと狭くしてあげるっていうのも肩幅が狭い人が手の幅を狭くすると、
結構腕に入りやすいんですけども、肩幅が広い人っていうのは胸にもともと入りやすいので、ちょっと狭めに握ってあげても胸に入るっていう人が結構多くてですね、狭く握るメリットっていうのはですね、こう可動域が広くなるので、胸のこの動きも大きくなるんですよね。ですから最後狭い方が胸がしっかり収縮してくれる。ですから真ん中により入りやすくなる。で、肩幅が広い人っていうのはこっちに入りやすいですから、しっかりここまで絞ってあげることによって真ん中まで引くようになる。だけど手の幅を狭くしても肩幅が広い人っていうのは胸の筋肉に入りやすい人が多いので、腕に引かずに胸に入りやすいので狭くしても大丈夫。でも肩幅が狭めの人は、腕に効きやすくって胸に効きやすくつらい人が多いので、ちょっと広めに持ってあげて、でもそれでもぐっと収縮した時に真ん中に結構肩幅が狭い人が入りやすいので、そのように、自分の骨格を見極めてちょっと手の幅を変えてあげるとさらに効果が出てくると思います。ですからベンチプレスというのはですね、まず肩が前に出ないでしっかり外旋をして、しっかり胸が開いて、ギュッと胸を突き出すことによってしっかり曲がってる。ですからこういうふうにですね、何も持たない状態でグッてこう手を押し上げてもですね、しっかり胸の真ん中が固まるようなですね、このイメージトレーニングを棒とかでしてあげるとですね、ベンチプレスがかなり胸に効くようになりますので、それを普段からやってあげてですね、それからジムに行ってバーベルとかを使うとかなり胸に入りやすくなると思いますので、そのやり方もいいと思います。あとはですね、予備疲労といってですね、ダンベルフライとか軽い重さでやったりとかですね、あとマシンガードとかペックデッキというマシンとかですね、あとケーブルクロスというマシンで胸の真ん中をしっかり意識してあげてからベンチプレスをやってあげると、胸の意識がしやすくなって胸に入りやすくなるという方法もあります。ただこれは先にちょっと体力を使うので、力を出し切れなくてバロックアップするにはちょっと不向きの場合もあるんですけども、まず神経を発達して使い方を覚えることによって、次回以降のワークアウトがより正確にできるようになるので、そういった意味ではかなり効果が出ると思います。そういうことを考えてですね、ベンチプレスをやってあげるとベンチプレスだけでかなり大胸筋は大きくなりますので、今ベンチプレスで、胸が大きくならないと思っている人は、そうですね、僕は最初始めた時にベンチプレスしかない環境でやって、1年弱ですごい大胸筋がぺったんこだったのが、すごい胸が大きくなった経験があるので、ベンチプレスのみで筋肉が大胸筋がつくということは本当に自分で、分かってるんですよね。でアメリカなんかはですね、ベンチプレスだけを、庭にあってみんなで交代交代でやってる、若い子たちがですね、すごい体をしてたりとかするので、そのない環境でやってあげるとですね、ベンチプレスで大胸筋がでかくなるっていうのが分かりますので、本当ダンベルもなくてバーベルしかないところでやってる人でも結構いるんですよね。でもしっかりとした大胸筋が作れてますので、そのようにいろんなことを考えて、気をつけてあげればベンチプレスだけでしっかりとした大胸筋ができますし、これが一番近道なんですよね。ベンチプレスはある程度の重さも扱えますし、安定感もあってちゃんと入る、やり方さえ覚えればもうたちまち大胸筋は大きくなりますので、ぜひ正しいベンチプレスをやって、ワークアウトの、楽しさを知ってもらうといいと思います。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思ってくれたら高評価の方とチャンネル登録の方をお願いいたします。あとコメントの方もぜひお寄せください。あとですね、無料のメールマガジンを発行していますので、そちらに登録していただければ、僕はですね、共感できる質問とかですね、いいなと思った質問に対して毎日答えていきますので、そちらの方もご登録の方をお願いいたします。